天家具山、天根工具山、または家具山、工具山は奈良県か原市にある山。うねび山、耳なし山と共に山と山山と呼ばれる。標高は152.4メートルと三山の中では標高は2番目である。他の二山が単独棒であることに比して、東の峰から続く龍門山地の端にあたる。歴史的風土特別保存地区と国の名称に指定されている。 天家具山周辺の空中写真。1985年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。太古の時代には、遠の峰から続く山裾の部分にあたり、その後の侵食作用で失われなかった残り部分と言われている。山というよりは小高い丘の印象であるが、古代から、 天という損傷がつくほど三山のうち最も神聖死された。天から山が二つに分かれて落ち、一つが伊予国天山となり一つが山渡国天下具山になったと伊予国風土記一文に記されている。また、阿波国風土記一文では天の元山という大きな山が阿波国に落ち、それが砕けて山とに振り付き天甲具山と呼ばれたと記されている。 とされる。藤原系の東にあることにより太陽信仰の地であったとも言われる。現在、山頂からはうねび山を望むことができ、その山頂には国常立名を祭神とする国常立神社があって、二つの小さな祠のうちの一つには神が祀られている。山の北六には占いを司るくし町井の地神を祭神とし、 境内の波博士の木が占いに用いられてきた天皇、山の神社、南独には、天照大臣の岩戸隠れの伝承地とされる、岩穴や巨石を身体とした天岩戸神社がある。また東側には、県立、万葉の森が作られ、山の南東部には、かぐや公園が整備されている。古代より、うねび山と共に神事に用いる東土の最終場所として、知られる。天かぐやには、 赤羽と白羽の二種があるとされ、赤羽は山頂の半霊岩が風化したものと見られている。天を含む天、かぐやまと天甲ぐやま、および天を含まないかぐやまと甲ぐやまの格表記があるが、国土地理院の地図では天、かぐやまとしており、本記事ではこれに従う。名称としては甲ぐやまである。柏市では地区の名称をかぐやまとしており、 北北東、約2キロメートルに位置する西日本旅客鉄道の桜井線にある駅もかぐやま駅である。なお、近鉄大阪線の耳なし駅も、天かぐやまの北側約2キロメートルに位置する。柏出市の本拠地にして、聖徳太子妃、全部悟り木吉郎女の聖歌である。山の北の地名は、柏出町である。古来万葉集などで歌われてきた。 万葉集には単独で9種読まれており、全体で13種に登場する。その中で、かぐやまの表記は、工具山、香山、高来山、高山、香おる来山、吉山と一定しない、以下に代表的な歌を記す。ありがとうございます。